どうも、木下です。さあ、今日もやっていこうと思います。今日はですね、成長の遅い子が持っていない特徴について喋っていこうと思います。もうすでに声優の養成所や専門学校に通っている人の中で、同じレッスンを受けているのに、あれ、この人の成長早いぞ、逆にこの人なかなか成長しないなって感じる人いませんか？自分がね、成長の早い方に入っているんだったら全然気にする必要もないし、今回の動画見る必要ないんですけども、自分が少しでもライバルと比べた時に遅れを取っているなと感じる部分がちょっとでもある人は、今回の動画めちゃくちゃ重要なので最後まで見ていってください。成長速度が遅い人が持っていない特徴を喋る前に、どれくらいの成長速度に開きが出るのかについて先に喋っていこうかと思います。まずは、成長速度が速い人が半年で習得できるものがあったとします。じゃあ、成長が遅い人はこれを習得するのにどれくらいかかるかっていうと、これくらいかかります。ドン、9ヶ月です。成長が速い人が半年で習得できるところを、遅い人は9ヶ月もかけてしまうんですね。日数にするとおよそ90日の遅れが出ています。これやばいですよね。90日も開きが出てるんですよ。で、上のクラスに上がる進級試験とかって大体1年後にありますよね。そうすると、成長が早い人が1年かけて習得したものがあるとすると、成長遅い人がそれと同じものを習得するのにはどれくらいかかるかっていうと、1年半もかかります。日数にするとおよそ182日182、3日かかります。とんでもない開きですよね。全く同じことをやってるんですよ。全く同じ練習をしているのに182、3日の差が出ちゃうんですよ。で、大抵の養成所が2年で所属試験だったりしますよね。じゃあ、成長早い人が2年かけて習得するものを、成長が遅い人はどれくらいかかるかっていうと、3年もかけてしまうんですよ。365日の遅れですよ。とんでもなくないですか？さらに言うと、3年制の養成所もありますよね。初級、中級、上級って言ってから所属するっていう養成所もありますよね。成長の早い人が3年で手に入れるものを、成長の遅い人は4年半かけてしまいます。およそ547、8日の遅れですよ。絶望的じゃないですか。めちゃめちゃ開きありますよね。ちなみにこれ言っときますけど、この成長の早い人と遅い人の前提条件として、ちゃんと養成所や専門学校のレッスンは受けています、そして自主練もサボらずにやっているという前提条件でも、これくらいの開きがあります。なので、養成所や専門学校のレッスンを話半分で聞いてた、なんとなく通っていたとか、自主練をよくサボっちゃった、あんまり練習せずに次のレッスン迎えちゃったっていう子は、これよりさらに成長は遅いです。下手すると初日から変わっていません演技に関する知識だけが入って、スキルという点では全くプラスされてない、全く成長していないっていう子も結構います。この開きやばいですよね。どうですか皆さん、この成長が遅い方のグループに入りたいですか？まあ、この成長の早い遅いっていうのは、あくまで僕が今まで何百人も生徒さん見てきたんですけれども、それの指導の中での体感ではあります。でも、成長の早い子が大体どれくらいで所属していったかな、なかなか成長しなかった子が所属までにどれくらいかかったかなっていうのを計算していって出したものにはなっています。なんでこの成長の早い子と遅い子ができてしまうのか、成長の早い子はどんな特徴を持っているのかなんですけれども、これにつきます。成長の早い子は総じて素直で、素直であるだけで成長速度はめちゃめちゃ上がります。もう小学校のね、学級目標みたいなね、素直になりましょうっていうようなものなんですけれども、何かを習得するっていう時に素直さはめちゃくちゃ重要です。じゃあ、素直じゃないとなぜ成長が遅いのかをちょっと解説すると、素直じゃないっていうことは、例えば先生がね、ダメ出しみたいなものをしてくれた時に、その言葉を信用していないっていうことになるんですよ。先生がくれるダメ出し、要はアドバイスっていうのは、あなたを成長させてくれる宝物がたくさん詰まったものなんですよ。それを話半分以下で聞いてるんですよ。下手したら疑ってたりするんですよ。そんなわけないってそれは成長しませんよね。だから、成長する宝を受け入れてない、受け入れきれてないんですよ。で、家に帰って自主練したとしても、素直な子と比べると受け取っている量が少ない情報の中で自主練するんですよ。しかも疑い混じりで。
そんな中で自主練しても何が正解なのかな、何が不正解なのかなんてわからないんですよ。不安と焦り混じりの中でやる自主練なんですよ。そんな自主練の質が高いわけがないんですよ。いい結果なんか出ないです。そんな状態で次のレッスンを迎えて発表したとします。さらに発表の場となると先生の目とか周りのライバルの目もあるから、家でやったのよりもさらに質の低いものしか出ないんですよ。でその上でまたダメだしアドバイスをもらうじゃないですか。でそれもまた話半分でしか聞かないんですよ。下手したら疑ってるんですよ。こんなサイクルをずっと繰り返してるんですよ。それは成長の実感は一切得られないし、何をやればいいかわからない、そんな状態になりますよ。そうすると人はどうなるか、どんどん練習するモチベーションが落ちていく、演技が嫌いになっていく、そして心折れてやめていくんです。声優に限らず、俳優、表現者と呼ばれる人たちは個人事業主なんですね。言ったら一人社長なんですよ。自分自身にガソリンを投入し続けて自分の力で走り続けなきゃいけない車みたいなもんなんですよ。疑い混じりで走っていってもどこにもたどり着けないし、どこにもたどり着けないで無駄に迂回しまくるからガス欠を起こしてエンストしちゃうんですよ。この動画を見ていて、ああ自分ちょっと頑固だったなとか、先生とか周りの人の話を素直に受け取れてない自分がいたなとか、ちょっとでも感じる人がいたら、今日から素直になるっていうのを実践してみてください。でも素直ってどうすればいいのって思いますよね。そしたら簡単です。クラスとかね、自分の友達とか周りを見渡していつもニコニコ明るく元気にしている人、その人の行動を真似しましょう。その人のダメ出しの受け取り方、アドバイスの受け取り方、褒められた時の反応の仕方を見て真似しましょう。実はそれだけであなたも素直になれたりするんですよ。ちなみに僕も最初はめちゃめちゃ頑固で素直じゃなかったです。でも最近の僕を見て素直じゃないという人ってあんまりいないんですよ。それはなぜか、なぜそういう自分になれたかっていうと、今お伝えした通り自分の周りとかを見渡して、ああこの人素敵だな、素直だな、いつもキラキラしてるなっていう人の行動とかを真似し続けたからなんです。たったそれだけで、いや自分はネガティブだから頑固だからとかっていう人であっても変わることができます。変われないのはどこか変わらなくてもいいやとか、変わることをビビって変えた気でいるだけの人です。頑固のままでは、素直じゃないままでは、確実に取り残されて確実に消えていきます。そうなりたくない、絶対プロの声優になりたいというのであれば、勇気を持ってそこに飛び込んでみてください。絶対にできるようになります。頑張って。はい、最後に告知があります。僕が代表を務めるワントゥーワン声優俳優ナレーターミュージックスクールというのがあるんですけれども、現在体験レッスンが受けられるようになっています。僕はねスクールの代表を務めていますけれども、現役バリバリの講師でもあります。なので日によっては僕が直接体験レッスンをすることもあります。なので僕や僕の仲間のプロの声優たちのレッスンを受けてみたい、体験してみたいっていう人がいましたら、動画詳細欄または概要欄をチェックしてみてください。以上、日向の教室の日向でした。じゃあ